パリオリンピック、五輪、サッカー日本3-1ナイジェリア、31日、女子1次リーグ C 組、ボジョワール競技場、なんと、フランス、佐藤製、パリ五輪サッカー女子日本代表なでしこジャパンが1次リーグ第3戦でナイジェリアに3対1で勝利し、2大会連続の準々決勝進出を決めた。スペイン、ブラジルが追加タイム18分の末に、スペインが2対0で勝利。 なでしこジャパンは C 組2位で準々決勝進出となった。初戦のスペイン戦に敗れ、第2戦のブラジル戦は後半追加タイムの2得点で劇的逆転勝利。BF 清水リサ、28イコールマンチェスターシティが初戦で負傷離脱し、ブラジル戦前には MF 富士の青葉20イコール日テレ東京ベルディベレーザ、も古傷の状態が悪化して別メニュー調整になるなど、 多くの試練を乗り越えて、まずは次のラウンドに進んだ。聞き分け以上で突破が決まる第3戦に、前節からスタメンを4人入れ替えて臨んだ。7月13日の走行試合で負傷した DF 北川光、27イコールアイナック神戸レオネッサ、と、19日のコロンビア戦、非公開、で怪我した MF 林穂のか、26イコールエバートン、が揃って初スタメン。 バックアップメンバーの DF 石川リオン、21イコール三菱重工、ラワレッズレディス、と FW 植木リコ、25イコールウェストハム、も初先発となった。試合開始から日本が主導権を握る、DF 森山や,やび、27イコールアイナック神戸、焼北川が積極的にサイドを駆け上がり、チャンスを生み出す。同十二分、試合が動く、MF 長谷川優衣、 27イコールマンチェスターシティのスルーパスに抜け出した植木がゴール前の MF 浜の舞か、20イコールチェルシーが合わせて先制見事な崩しで先手を取った続いて同32分にはエースが決める右サイドを上がったモリ谷のクロスに植木がヘディングで合わせるとクロスバーに直撃弾かれたボールにいち早く FW 田中みな30イコールアイナック神戸 がスライディングで詰めて加点した。同42分に自陣でのミスから失点するも、追加タイム5分にセットプレーから突き放す。ゴール正面25メートルの位置で直接 FK を獲得すると、セットした北側が左足を一戦、一戦。ゴール右隅に吸い込まれた。後半開始から田中に変えて MF 聖家高子、27イコールブライトン、を投入。 決勝トトーーナメンをを見据えてエースを温存した。後半15分前後には MF 宮澤ひなた24イコールマンチェスターユナイテッド谷中の風花25イコールリバプールも入れて試合を締めにかかった気温32度を超える暑さの中足をつって倒れる相手選手とは違いなでしこの面々はたくましく戦った C 組2位の日本は準々決勝で B 組1位のアメリカと対戦する。B 組は午後7時、日本時間8月1日午前2時、キックオフで行われる。